うわ、ってここでいいのか。さあ、行くぞ。試練のまだがわけながらのとこに行けばいいんだろう、俺は。とりあえずは。You cannot go to Krazoa Palace until you have collected a Krazoa spirit. 急に謎のあれが始まったな。スピリット。ちょ、スリップ教えてくれ。Slippy here. Got yourself stuck again. スピリのマップだ、確認してね。名前が教えてくれてんの？サンテール。これあんまちゃんと見れんだよな、これ。ちょっと待って。火山のフォースポイントは？おお、なんだこれ、なんだこれ。何これ。洞窟がある。ムーンパス。マップなしでは全部見つけられないと、そうなるの。なんかマップってのはちゃんと見た記憶ねえんだよ。そうか。わけわかんない。どこ？ん？ここ？ここ行ってないよ、もしかして。ここじゃねえか？あ、ここ行ってねえかもな、そういえば。おお、これなんだこれ。これは。うお！わけのわかんねえ、洞窟まったぞ。あ、ここなんじゃないの？あ、でもここあれじゃない、強化する場所なんじゃない、これって。何？これ何？これ以上何が出てくるの、一体。もうだいぶあれだろ、強化されたわ。知らねえけど。新しい武器と欲しいよな、そろそろな。グランドクエイク。敵を麻痺させる。あ、これあれじゃね？さっきの敵に使えそうだな。あのわけなかね、お化けちゃんに使えそうな感じがする。使おうぜ。あ、これね。グランド、あ、もっと増えるな、これな、この感じだと。まだまだガンガン増えそうな感じがするわ。これ使おうぜ。ん？何やってんの、お前。すげえ。せっかくなんか初のさ、初のあれをよ。めちゃくちゃだな、お前はな。基本はめちゃくちゃでもやってることがすべて。で、これ誰だろ？これ結構消耗するんじゃないの、これ。あの、意外と消耗してねえな。あれどこ行った？こいつか。こうだ。いえぇ。いえぇ。嘘。絶対こうだ。あ！なるほど。なるほどね。はい。もう黙れ。どうしよう。いたわ。これ何？ムーンシード。火で炙ると成長する。はあ。ああ、これなんだこれ。ちょっと待って。これか？ムーンシードどこよ。これでいいの？これで？フレイム。どうだ。おいったんじゃねえかこれ。お、すげえ。とてつもねえとこ来ちまったなこれな。さらなる恐ろしいとこ来ちゃったんじゃねえか。何があんのここ。お？なんかよくわかんねえな。とりあえずまっすぐ行ってみるか。まっすぐ行ってみてから判断しよう。その後で行けるとこもありそうだな。これはまたあれ？あ、これ倒さなきゃいけねえんだ。なるほど。いえ。倒してまたそうやってやってくる。なかなかめんどくさい。結構消耗するね。どうしよう。山手にあるんじゃない？ない。あ、手に入れたってこと？え、2箇所あんじゃん。どっちがいい？こっちすっかじゃん。で、お前ヒーでも増えてる。俺のやつじゃダメなの。ヒートのあの物体じゃ。だからダメそうな感じすっけよな。意外と ちっちゃい炎だからね、俺が使ってるやつ。悲しい話だよ、全く。こっちでいいのか。まあ、とりあえず、あ、これで。回復してよ。これなんかあんじゃん、ここ。何ここ。下に繋がってるのか、それともなんか別のあれか、全く別のところに繋がってた感じがするな。おう、フェニックスの王者。フェニオ危ねえ。フェニオはいいわ。まだいらねえだろ。フェニオはいいから、もうとりあえずあれだよな。まずこっち行って、なんもなくて。で、ぶっ飛ばして、回収だろ。これもしかしたら倒すたんびに手に入る。まだ復活してんじゃね？あ、復活してねえや。復活してないから？あるな、これ、ここ。おう。いなくなってるな。いなくなってるっつうか。じゃあ、まあこっち行ってみるしかないか。こっちをまたなんか、あ、いる。それでさっきのとこ使えるかもな。あ、でもまたなんかありそうじゃん。
結構厄介だね。厄介じじいじゃん、ここは。このフロアは。で、これだろ？ここでも使えるってことでしょ？でも一回手前の方でやってもよくない？ちょっとまとめてあれかなんかも。頑張ってやってもいいんじゃない？おめえはよ。なんなんだよ、まったくよ。そうだ、これ倒すのもいいよ。まあ、とりあえずニアズやれば倒せるって分かったからな。いいんじゃないのか？こいつは何なんだ、マジで。ここは2個手にやったろ？この何？この変な空洞みたいな。これはあれか。まあ、とりあえず全部使おうぜ、じゃあ。全部使ってよ。はい。で、コマンドでやった方がいいな、これな。さあ、楽だな。上に行けば何かしら手に入るってことでしょ、これは。いいんじゃないのか？てか、ファルコとか一切出てこないもんな。ファルコ、もうなんかスリッピーとか一瞬なんか存在忘れそうになるもんな、ね、ペッピーとかな。たまになんかボコって出てくるけどさ。あいつらそのボコって出てきてくんねえとなんかあれだ、ね、もう一生忘れそうになるからな。ここなんだ、ここは。なんだこいつは。こいつあれだろ。ちょっと待って。危ない。じゃあこれをちょっとまずこうで、ぶっ飛ばして。多分これ使うんだろうね、きっとな。なんか色違いじゃね？なんか色違う。ほい。こんなとこに厄介だな。あ、消えた。は？わけわかんねえな、こいつに。色違い、色違い。あ、たまたまか。角度のあれな。お、倒してない。なんかちょっと違う、反応違うな。よし。くしょ。倒した。倒したってことにして、で、ボムの報酬は、いや、持ってんだよ、ね。持ってなったらいいか、とりあえずは。こっちも行ってみて。回復だろ？ここは？ここも来てないよな。うわ、まだいいんじゃん。いすぎだろ、こいつ。もう足んねえかもな。足りない可能性がある。いける？お、いける。じゃあ、これでいこう。なんだこの踊りは。踊りお化けは何なんだ、まったく。めっちゃ手に入ってんじゃん、これ。ちょっと待って。ファイヤーを、ファイヤーこうして、で、こうだな。おい。あれ？違うの、これ。あ、これあれか。こっちか。ややこしいんだよ。おめらややこしいんだ、おめら、双子は。謎のよ。わけの中のことやりやがってよ。惜しいぞ。いいぞ。これ何がないって、ここは。またお、いや、もういいでしょ、こいつ。仕方しよう。まあ、必要な可能性はあるけど。何？スタウルフ！スタウルフじゃねえか、これ。そうさせろか。スターフォックス。なに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 ？一瞬で滅んだぞ。すげえことなってんな。おめえ誰だ、おめえ敵か？あ、敵だ。味方だと思ったら味方じゃなかった。とんでもない。なんか優しい、優しい人だと思って、なんかさ、ちょっとさ、道を聞いてみたら、なんか、なんつうの。うっせんだおめえみたいな、すげえな、ぶち切れられた時の、そういう、ちょっと今、そういう感覚を思い出した。悲しい。やめろ、こいつは。どうにかしろ、お前は。お、どうにかしろ、お前。俺を助けろ。マジであいつを、ほんとは、ピンポン出してやろうだろ、あいつは。基本的に、根本的には。そう言ってやがらで。これ何なの、これは。これ触れるの？あ、ここであれよ。な？くしゅ。これなんだ？え、なになになにすんの、これ。え？アイテム置く。うん？なんだ？場所？他にもあるってこと？多分ないよね、1個しかねえ。1個しかないって考えると、置く場所によって違うんじゃない？これ、ちょっとなんかあれか？なんだこれ。取ってみようぜ。あ、取れない、取れない。あ、取れねえわ。これか？どういった？あいつどういった？あ？あ？もう消えたぞ。相棒はどういったの？なんかあんじゃないの？はぁ、あ、ん？ここ何？
なった方がいいか。ここは何もなす、なんなそうだな。敵を倒せばいいのか。じゃあ敵を倒してで交渉調べてもらって、こっち来い。お前なんでそこで遊んでんの。お前どれはこいつをぶちのめす。その間ぶちのめすは何かしら変わるかもしれない。あ、何これ、何これ、あ、これもあれじゃね。イカれてやがる変なクソ鳥野郎やよ。ちょっと待って、どうすればいい、これでいいのか。置いたけど、なん、え、わかんない。もう一個ぐらいありそうじゃないか。あ、ここもなんかあるな。おめえはいい感じしろ、マジで。これだな。これで、俺は回復して、回復をしてる間に俺は、よし。あ、こういうことか。これなんか正解のあれがありそうだな。入れる場所みたいな。これは？ちょっと。どういうことこれ。何すればいいんだ。ん、浮いたね。あ、これは正解ってことだ。多分これじゃあこっちか。これここじゃない。お、行ったっぽいな。なるほど、そういうことか。まあ、とりあえずこれを生かしてもらおうか。これはこうで、ちょうどよかったね、今倒して。やめろ。あ、ここあるよ、確かになった。よし、さあ火を吹くがいい。ほら、もう使わせてもらうからな。死んだらフェニを使うぞ。俺はとんでもねえぞマジで。ここはよ、あの空飛んでくるやつ、あれ半端ねえなマジで。あいつはすっさまじい。あいつやべえ、あの声といいよ、獣であれは。どうだ、こっちか。こっちでいいのか。ここもなんかあるね。はあはあ、まあ、とりあえずはあれ全部倒したらよかったのかな。足んなくなるパターンもありえるかもしんね。うん、足んなくなったら足んなくなったら、まあそれは後で考えましょう。なんかいろいろあるな。また鳥がいいんじゃねえか。鳥ペチ野郎よ。とんでもねえ場所だ。ここもある。じゃあ使おう。わかんないから使うしかないよ。これ普通に逃げないのこれ。当たんないっていうな。あ、なんかあるな、あそこな。あそこある。ちょっと一回じゃああそこ行ってから。何かがある。え？あ、なるほどね。使ってなかったのか。わがままなやつだ、お前は。やったはずだったんだけど。宿題頼んだら、宿題頼んだと思ったらやってなかった。仕事を頼んだと思ったらなんか何もやってなかったって。とんでもない話だよ、お前は。とんでもねえやがらだよ。何ここ。あ、またそれ系？これあれじゃね、ちょっとわかるんじゃねえか。あれでしょ、これあの、お金入れるとこでしょ。え、ちょっとやってみるわ。何くれんの、これ。やるでしょ。それあるだろう。なんだかやばくねえかこれ。メダル。いいだよ、持っていこう。メダル？これね、集める要素があるの。なんか集めたら何かしらもらえるみたいな、そういう感じかな。それはありそうだ。あ、これ欲しかったな、くそ。フェニオ1個しか持てねえ。悲しい話だ。とりあえずあれか、次じゃあここに行けばいいのか。じゃあとりあえずあれだな。一応先には進んでるな。よくわかんねえけど、これ全部回復できるってことはあれだな。これ多分極悪な魔物がいるぞ、もうこの先に。とんでもねえことになってるぞ、きっと。ここがあれ？これ神殿繋がってんの？神殿だかしらない。神殿じゃないか。あれ？なんとかスピリットが必要って言ったよな。
なんとかスピリットがねえとなんか飛ばさねえよみたいな。先になんかあれか、なんか試練みたいなクリアしないといけないのか。そういうことか。もう来たんじゃないの。またわけのわかんないところに誰もいないじゃん。これね、また謎解き要素かな。おお、こっちか。あ、何だ。これで、お、なんか懐かしの敵がいる。すげえ懐かしい。もう久しく見てなかったな、あいつな。あ、これまたあれじゃない？おい、消火器。また恐ろしい輩が出るから。また何？下るの？下って？何がある？なんかあれじゃない？飛び道具かなんか必要なんじゃ。お、なんかあるな。あ、なんかある。なるほど。なんかそうでもなんかあるな。あれ何？なんか落としちゃった。あれか。魔法のやつか。はは、は、なに、なに起きた今。この、こいつに消え取られても全然見てなかった、今。え、いけるなったってこと知らねえけど、多分そういうことだ。あのクラゲのせいだ。もう全ては。またなんかあれだな。これなんか、こう、俺のアイスのあれでなんかできないのか。なにジャンプできないの。普通に渡っていけばいいじゃないか。炎も気にせずに渡っていけばいいってことだろ。なんかジャンプしなきゃいけないと思った。ほいほい。あ、問題ないでしょ。これで、閉まってんじゃん。ちょっと待って、閉まってる。どっかあんじゃないの。絶対あるだろ。見えねえ。これで開いたか。これで開いて、これは何だ。骨誰だ。あー、これはなんか見覚えが。お、戦いするとの時は倒す。わがままなやつだな、ほんとな。時間ない、3分いっぱいあるじゃん。これ盾持ってるやつさ、あれでやれよかな。あのさ、あれアースクエイクのやつでさ、アースクエイクっつかないか、相手のやつで一気にやってみたのね。これこれめっちゃよくね、これ。これ超便利じゃん。食らってんのこれ。食らってんだったら別に。これわかんない。シュッ、おい、ちょい、ダメージ食らってんのかこれ。疑問でしかねえんだけど。あんま食らってなさそうだな。食らってねえなこれな。すげえ時間の無駄じゃないか。いっぱいいる。言い過ぎだろこれは。これあと2分以内で終わらせんけど。お、言い過ぎだろこれ。どんだけいるんだこれは。半端ねえな。最後倒せ。やべえぞこれ。終わんねえぞ。終わらない可能性だ。あ、まだガードする暇ねえから。こちらにはもう引っ越し必死なんだもん。ガードをするのも。あと2分か。さっきのわけなのかな。地震の地震コンボ。意味わかんない、ほんとに。よし、だいぶ減ってきたんじゃないの。おめえか。俺は絶妙のタイミングでガードするんじゃない。早く。よし、いいぞ、入った。あと、お前、倒すのに。行ったか。これで行ったんじゃないの。とりあえず行ったな。ふう、よかったよかった。俺は何をすればいいんだ。お前は誰なんだ一体。俺も捕まったぞ。俺も捕まっちまった。今度のあれだ、ペッピーを操作するんだことは。いや、むしろファルコかもしんねえ。お、また目玉が。おめえら何なんだよ。お前らは一体何なんだ。その謎のポーズはよ、謎のポージングとそのなんていうの、恐ろしい目玉のあれよ。でこれどうすればいいの。我々は、あ、これであそこに行けってこと。そのなんていうの、あそこで
ワープマジンのとこ行けってこと？どうやって帰ればいいのこれ。お？やばいな。え？そうか。とんでもねえ体の前はな。絶対こいつは赤いけどろ。案内しよう。そうか。いやだったろ。もうやってらんねえって。ペパー将軍もとんでもねえなあれだな。任務を押し付けてきやがったな。俺は今までなんつうの、ずっと空を駆け回ってさ、ずっと空を駆け回ってながらもうなんつうの、気楽な感じでずっとやったけども、もうそういうあれが許されない世の中。お前は一に捕まんなくていいんだよな。まったくよ。わがままなやつだ、お前もう。いつからそのわがままなやつになっちまったの、お前は。わがままするやつしかいねえもんな、ね、このプラネットは。とんでもねえ、ほんとに。またここから戻るの大変そうな。あ、これ何？あ、これどうすればいいの？え？は？は？は？どういうこと？あ、行ったな。多分行ったね。じゃあこれで OK ってことか。あははは、ついてくんな、おめえ。目は極まりねえわ。とんでもねえ男だな。このクソハエどもがよ。わかるこれ。これやればわかる。この腹立つぐらいは。世界ランキング多分トップ10には絶対入る。やっと来たぞ。わがまま野郎が。アナザーわがまま野郎だ、おめえは。やっとこれできるんだ。行くよ。たんまり行くよ、俺は。こいつの口の中どうなってんの？口の中入ってみてよ。もうその中に済ませてくれ、俺は。もう閉じ込めてくれ、俺は。で、またどうせペッピーとかどうせ、また談笑してんだろ。ポップコーンとか食いながらよ。バリ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 って。またフォックスは頑張ってるわ、つって。そうじゃのみたいな感じでやってんの。懐かしのあれだな。もう悪者の顔してんぞ、お前。またいねえのか、あいつは。ピーチーめごめんわよ。何？なんで？なるほど。まあ、とりあえず会話はできんのか。コミュニケーション取ることはできんのか。そいつはいい話だ。それはいいこと。なんかすげえ、またガチのあれじゃん。これ大量にあるな。おめえ、シュッ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 シュあれを持ってるのがタルトが持ってないってちょっとあれなんだよ。だんだんややこしい話をややこしく進んで、ああいうやつだよ。2人で喧嘩したわりながら間に割って入ってくる。でそれで余計なんだよ、仲良くなりそう和解する後にすげえそれ余計こじれたみたいな、そういう感じで。俺って何言ってるかさっぱりなんだよ。何？とんでもない話になってくる。うらっ。よし、さらにこれで俺は試練をクリアすることができるのかな、これで。ああ見えないね、早速見えねえ。どうだあのあれは。俺を照らしてくれ。分かった。俺を照らせっつってんだろ。魔人メダルじゃねえよ、魔人メダルじゃねえわ。ここどうだ、ここは。ここから上に行くんだ。これは何これ。え、あ、この獣はよ、完全に詐欺じゃねえか。今の詐欺もいいとこだぞ。こっちでいいのか。ここも怪しいな。またこのあれじゃん。あ、こっちも行けるんだ。なるほど、詐欺が横行しすぎだろ。これじゃ全然見えねえぞ。これでも見づらいもんな。こっちでいいの。まあ、だからあんなあれがいっぱいだな、あのわけながらの物体が。
わあ。なんたることだよこれは。なんかあるな、ないないないこれないこれ。あ、普通のあれ？樽？お、なんかあるぞ。これどうやってぶっ壊すんだこれ。ぶっ壊し物体がなんか必要だな。アースクエイクできんじゃね？アースクエイクできんじゃねこれ。ちょっと待って。全然見えねえ。あーちょっと遠い。あーダメか。あーなんか今あったな、爆弾みたいな。あ、ここにあんじゃん。これ持ってけばいいんだ。恐ろしすぎる。あー切れるな、切れるな。恐れるな。どうだ、あっちだ。間に合う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 。もう突っ込め突っ込め突っ込め。よし、オッケー。やっと行ったが、やっとこの暗闇から解放されるな。マジとんでもねえ。もうとんでもねえ魔界だったぞここは。あらぶっ壊すんじゃない、どうせどうせぶっ壊すんだけど、ずっと火が吹いてるとかそういう。あ、もういい。わあ、何やってんだよ。使うわ。よし、とんでもない男だな、ほんとな。これで何が変わった？余計なんか厄介なことになってねえか、なんか大丈夫か。違うわ。んじゃこれは無理に決まってんだろ。何この獣軍団はよ。わがままのやつらだ。うらっ。よーし。ん？何あれ？何部屋？とりあえず押してみるか。押して。どうせまたなんかあれなんだ、閉まるんだべ。閉まるってのは分かった。ああ、またそれ系か。懐かしのね。よし。青になったらこれで、これじゃあ何をするわけ。倒せるようになったってこと。あ、倒せるっぽい。倒せる倒せる。いったいったけど、いったけど、なんかないよねそういう、え、ブロックみたいなやつ。これこれ使えないか。ああ、もしかしてまた持ってくんの。また持ってくる。これ置くんじゃね、多分そういうことだよな。でこれをさ置くんじゃないの。あ、そういうこと。これでいけんのね。これは誰だ。無視でいいか。持ちまった、持っちまったが、ここは何？他なんかありそう。なんか何もパトミナスだけど、ここはあれじゃないの？伝説のよう、伝説のやつが捕まってるところなんじゃないかこれ。こっちは何なんだよこれはよ。あいついつ再開できるんだあいつ。もうどこにどこになんかあるの、なんかひっくり返ってないです。わけわかんねえもんな、ほんとな。おお、ここなんかじゃん、地下闘技場だろこれ。完全地下闘技場のあれじゃないか。お、いいね、この、この風の感じがたまんねえよ。心地よい風が夏のあれだな。夏の日差しに染みていくわ。何言ってもさっぱりわかんないけど。こっちでいいの？こっち、まあいいや、行ってみよう。片っ端から行くしかあるまい。何、何、何部屋？ちょっと今危なかったな。こっちだろ。落ちるだろ、これ。危ない、危ない。あ、落ちないか。え？は？何事？こういうこと？こういうことじゃない。
ここ？ここ？あれこんなあったっけさっきのとこ。あれここちげえ、ここ行ってないまだ。どうやって行くの？行けねえんだけど。なんでここ行けないの？立ったらダメか。行けないな。そっか一回戻る必要があったのか。あそこに魔法のやつがあるってことはまたなんか あっちもなんかある。ちょあっちも行ってみようぜ。ここ怪しくないか。どういう、あ行った、来たか。なんだこのわけわかんねえの。雨降ってんじゃん。あれこれあれじゃないの、もしかして、いる、もしやそなたは。なんだんだよこの曲は。よ、イカれてんのかマジで。もうダメだもん。もうホックスはやばい、いろいろやばいぞ。もう帰れ、もうスターホックス帰さない。もうファルコンいなくなったの、こういうとこになんか理由があるんじゃないか。ちょっとよ、もうちょっと分かった気がするよ。ファルコンが失踪した理由が。ファルコ失踪の。What are you doing? おめえこそ何してんだよ。とんでもねえやろな、マジでな。またやってんのか、お前は。何もできない。現時点で何もできないんだ。一番じゃ最後に助けんのかな、最後っつうか。そういうあれなのかもしんねえ。これが？はい。めっちゃあるじゃん。おお。お前も囚われんじゃねえか、これ。これどうなるの？我々はどうなるんだ、これで。イエー！謎のポーズ、謎ポーズなんだ。俺もやるわ、じゃあ後で楽しめる。おお、楽しめるかもしれんな。恐ろしいポーズをしてやがるぜ。いいじゃあ、どっちの方だ。Check the signposts for directions. 看板どこだ。Okay, big fella. Good to see you doing your job and helping out. You cheeky little boy. 生意気なやつだ。へへへへ。I've been keeping this back for you. 絶対必要。何これ。袋？お、あ、さらに入れる。あ、なるほど。100匹？じゃあいっぱいあるじゃん。もう金物言わせてあれだろ、なんかやんなきゃダメってことじゃん。なんてこったい。どこに行けばいいか、ペッピのこと確認してんの。よくわかんねえの、ペッピの。なんかさ、ちょ、もう一回ちょっとスイッピの話かけるわ。お前はちょっとよくわかんねえ。フォックス、I've been studying your mission. あ、ビーチが、ビーチの方向が上がるってこと。パッと見でわかんねえな。Scanners indicate アイスマウンテンが西の方にあるってことか。お前なんか寂しがりなのか。お前なんかすげえなんかやったら話しかけてくるよ。